どうすか？はい。指など落とさんでいい。会長。お前のビジネスのすべてを俺は認めたと言った覚えはねえ。だがな。おい、高部。えい。ああ、こいつ連れて行け。え？二度とうちの敷居をまたげないようにしつけしてやれ。あ、会長、会長！春日よ、任侠というのは正しいか正しくないかだけでは測れんものだ。我々はメンツで生きてる。仇に土足で上がられては青龍会のメンツが形なしだ。今日は勇敢なことをしたなどと決して思うな。お前らは今日この私と青龍会をコケにしたのだ。そのことを肝に銘じて明日から生きろ。久々にヒリヒリしました。俺は嬉しいですよ、会長。何がだ？18年も無所に入って出てきたら、俺が目指してたはずの極道は世の中から消えてた。でもあんたは違う。いい意味でも悪い意味でも、俺が知ってる昔の極道だ。お前やっぱり同じ世界の人間だったか。お前みたいな男を育ててくれた極道ってのはどんな奴なんだろうな。俺の親父だった人ですか。組の名前を勝手に使ってヘマこいた見ず知らずのガキの責任取って、てめえの指を落とすような、そんな人でした。ん？よし、帰るか。待て、一つ教えろ。あ、お前の親父とは誰だ？元東条会系荒川組組長、荒川真澄です。荒川、ま、その親父につい最近撃たれちまったんですけどね。まあ嫌われちまったのかな。でもまだ俺にとって最高の男は荒川のおやっさんなんです。荒川か、覚えておこう。